欧州司法機構は欧州連合の専門機関の一つ、オランダ王国デンハーグに所在している。2002年に設立され、域内における司法協力を担当している。各加盟国の検察官、判事、警察官、またはこれらと同等の職権を持つもので構成されている。その目的は国境を越えた組織犯罪の捜査と訴追の際の各国当局間の 効率化である。1999年10月15から16日に行われたタンペレ欧州理事会において重大犯罪への対応の強化のために常設の司法協力組織が必要であるという考え方が一致しその創設が決定された。2000年12月14日欧州連合理事会は前身となる司法協力組織の設立を決定した。これは 全加盟国から検察官を集めて実際に機能するかを試すことが目的であった。2001年3月1日より全新機関が発足し、その後2002年に正式に発足した入居するビル。国際刑事裁判所も同じビルに入居している。2007年欧州委員会は権限拡大に関する法案を提出した。 その法案では気候に集められている各国の代表の権限について従来は様々な要態であるものを最低限の権限を規定しまた継続性を確保するために最低3年間の任期で再任を可能にする内容の調整を行うことが盛り込まれているまた気候の職員に対して各国のテロ事件犯罪歴 DNA 週刊記録についてのデータベースにアクセスする権限を与えることも含まれている。これは加盟国と機構の協力体制を確保し、また機構が管轄する事件の件数が2006年から2007年の1年間で29%増加するなど、このような傾向に対応するためである。リスボン条約で創設が規定されている欧州検察官事務所に発展することが見込まれている。 ありがとうございます。